はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。人生に乾杯様、たくや様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがたく頂戴してですね、政治活動資金にさせていただきたいと思います。メール党員の皆様、ゴールデンウィーク中の署名活動のお手伝いよろしくお願いいたします。途中参加、途中抜け、全然構いませんので、よろしくお願いいたします。日本は超個体である、挿絵付き豪華本、 Amazon で販売開始いたしました。動画説明欄、もっと見るを、クリックしていただくと、Amazon のページのリンクが貼ってあります。無限社の田中君、最初に何部納品してんだか知りませんけど、今在庫切れになっちゃってますよ。どうすんの？今買えません。すいません。挿絵のデザインは私がいたしました。露骨に BL の愛好者を狙っております。BL 狙い。中にも挿絵ついておりまして、まあ、こういうのであるとかですね。何せBL 狙いなんで、こういうの。光って見えない？とかですね。まあ、こういうのとか BL 狙い、露骨に BL 狙い、こんなの、まあどの内容にこのページが来るのかなっていうのは、読んだことある方はピンと来ると思いますけれども、これで、何部か売れるといいなと、思っております。よろしくお願いいたします。なんかNHK 党の新党首の大津さんっていう30歳女性がですね、前党首の立花孝志をですね、刑事告訴するみたいでありますけれども、なんか党からですね、無利子無期限で3億円ばかし借りたことになってんだって。で、それはですね、党に対する横領とか背任とか、あとですね、3億円の無利子無期限の借金は、みなし贈与ってみなされて、贈与税払わないといけないらしいんですけど、まあ1億円の脱税から刑事罰で懲役もありってやつですから、まあ3億円ですから十分ですよね。あとガーシーが捕まったらそれの共犯っていうのもあるし、なんか NHK とバラバラになるみたいですけど、瓦解しちゃう感じが非常にしますけど、 NHK 問題はうちで引き継ぎますんで、私日本一詳しいですし、 NHK について内部の人間を除いたら私が一番詳しいので、 NHK 問題は日本改革党の靴沢が引き継ぎます。 NHK スクランブルへの要求動きもやめませんので、皆様もよろしくご参加くださいませ。入管法改正の続報、維新の意見を入れ、難民申請はやっぱり2回までってなったみたいであります。立憲民主、共産両党は反対した。令和は反対しにかったの？令和とか、委員会に入れてねえのか。委員会通ったって話でしたから、令和は数が少なくて、その委員会には、法務委員会には人参加できなかったのかもしれないな、社民もな。一般反応です。スリーアウト制とか一切ような気がするけど、ツーアウト制になってて草それでも多いわ。一発アウトでいいだろうが。維新が2回まででいいんじゃねって言ったらしいよ。新たな根拠でも提出しない限り、何回やっても結果は変わらん。諦めろってことでは言わせんな。無制限で申請してれば滞在し続けられるとか、民主党が頭おかしすぎたと。自民党は3回までと考えてたみたいなんですけれども、2回に短縮できて、まずは良かった。維新グッジョブですね。難民申請の理由のですね、模範回答っていうのが出回ってて、どいつもこいつも同じ理由で申請するんだって。しかも物的証拠ゼロ。で、でね、本来でしたら、難民、不当な弾圧を受け、逃げてきたであるとか、家族の誰それが、害されたとか、そういうのじゃないとダメなんだって、日本の場合は。
難民申請の結果が出るまで2年かかるって、あの数年前に聞いた覚えがありますけれども、なんでそんなにかかんだよって、長すぎんだろって常々思ってましたけれども、今は改善されたんでしょうか。議員だったらですね、あの件どうなってんだって、あの問い合わせできるんですけれども、私みたいな一般人が外務省に聞いても教えてくれないでしょうね、これね。ちなみに審査するのは外務省であります。外務省はですね、あの法務省の管轄の入管の苦労なんか知らねえって、あの悠長にサボりながらのんびり審査して2年もかかってたのかな、一発アウトでいいだろうがって意見が多かったですけれども、外務省の審査チームの人員を増やしてですね、審査時間を短縮すればいいのでは、1回2年で2回までできるって言ったら、最大で2回目が跳ねられるまで4年入れちゃうことだもんね。以前2年かかってたもの1週間で結果出すとかね。ほんだったら、あの2回申請しても2週間で結果出るでしょ、これ。これ交流期間も短くて済むし、人道的ですよ、こっちの方が。テンプレの主張で証拠なしは一瞬で却下するとか、基準を設けるべきですね。未成年者は、子供は送還を容赦してよ。現実的な骨抜き工作を進めていた立憲議員、普段顔も出さない議員ばかりが来て、的外れな反対論をまくし立てた。政治家なら一歩でも前に進めることを選ぶべきじゃないのか。反対論者の多くは旧社会党系だった。この党は活動家に乗っ取られている。そのね、賛成する代わりに子供は勘弁っていう項目を入れようって、言ってた連中がですね、いや、反対だ、反対にしろっていうのに潰されたみたいであります。立憲党内でね。この党は活動家に乗っ取られているって、今更気がついたのかよって話ですよね。一般反応。知ってた。あ、今更定期。知らないやついるの？民主党の頃からずっとだよ。ずっと前からそうだよ。なんでそんなことも知らねえの？元から活動家の集まりだろ。散々言われてることだろ。立憲は旧社会党の赤が牛耳っていると。活動家が乗っ取ったじゃなくて、作ったが正しい。乗っ取られてるというか、最初から小池に排除された、小池百合子ですね。希望の党に排除された活動家が集まって作った政党でして、立憲には改正、入管法改正に賛成する代わりに、未成年は勘弁してやってよって盛り込ませる交渉をしていたが、未成年を容赦すればですね、保護者も必然的に容赦することになり、大きな欠陥が生じるんですよ、これ。親だけ送還すればですね、親子を引き離すのが鬼って騒ぐから、親子揃って、送還するしかないんですよね。親子揃って容赦するか、親子揃って送還するしかない。この現実的な骨抜き工作は、立憲党内左派が手ぬるい、支援者に顔向けできないって騒いで、結局反対することになり、盛り込ませることができませんでした。自民、じゃあいいです。反対するの？じゃあいいです。未成年は容赦する項目を削除して決議をした。よかった、立憲が社会党から全然進歩してなくて、現実的な利益よりも理想っていうか、ね、なんていうの？空虚な理想なんですけれども、そっちを優先したってことなんですかね。支援者に顔向けできない。ツイッター上でですね、パヨードの高い立憲支持者が賛成して骨抜きを狙ってて、交渉してた寺田学ぶ、寺田静、米山隆一、塩村彩香、鈴木陽介、豊島区を吊るし上げてるので、これはある意味正しいです。気に入らない。賛成して子供は勘弁っていう項目を入れることを気に入らないっていうパヨードの高い支持者が、現実的な、立憲の中でも現実的なリアリストたちを糾弾していた。よし、長妻が反対を明言。見苦しい逆ギレの寺田、米山は何か言うことないのか。米山と寺田はやる気あるのか。特に米山は廃案にしてくれと頼む人々に対して腐すような反応をしている。何なんだこれは。米山や寺田の決断が被害者のためになっていないと批判されている。入管法の質疑は寺田、米山、塩村以外にやらせないよ。党の方針にも沿っていない。一般反応です。恐怖政治で草。総括待ったのし。
楽しそうで何より。話し合いで解決しないの。そろそろ分裂。どうやっても廃案は無理なのに、何言ってんだこいつら。廃案は不可能だから、せめて修正させるっていう現実的な対応を提案したら、これ。これが話し合いで解決しましょうって言っている奴ら。どうせ成立するのは確定なんだから、賛成して立憲の修正案を多少でも反映させようってだけなんだけど、それを理解できなかったか。こういう怖そうに合わせていった結果、党は大衰退と。強パよ、立憲支持者。どうして廃案にする努力をしないのだ、けしからんっていうことらしいんですけど、まあ無理なんですけど、どんなにそんなに騒いでも早は無理ってことを理解できないみたいなんですよね。現実認識能力が低くないと、パヨなんかやってられませんから。一切の異論を許さないのは、日頃多様性多様性ってうるせえ連中の正体ですね。代表選挙しましょうって、提言したですね、党員を問答無用で除名した共産党と本当に似てます。満点なっちゃなければ無価値っていう思想なんですけど、これ実は朱子学の影響大です。2位じゃダメなんですかと、対局のですね、前科無科の思想なんですよ。多様性が全くない。多様性ゼロ。なので、現実を理解せずにですね、出来もしない廃案以外を認めないっていうのが、立憲のパヨ度の高い支持者。立憲のメイン層と言ってもいいな。結局反対っていうことに落ち着いたんだから、朱子学の影響が未だに強いですね。横の国のミスコンは、前科無科の思想で、全員1位狙いなんで、みんな同じ顔に工事してしまいます。整形外科医の腕の見せ所であります。個性的な美しさや愛嬌といった美の多様性を全く認めない。理想は一つしかねえだろっていうことだよね。これは朱子学がですね、理想を追求する学問で、理想以外は無価値って定義してるからですね。美人の1位は一つの顔しかない。だから全員同じ顔になるっつうね。パヨも一緒で、譲歩や妥協を知らないんですよね。だって異論を唱えたら攻撃してくんだもん。何十年も出来もしない理想をですね、わめいてて、世間から乖離した結果が今の衰退と。で、自業自得ですね。一言で言えば、幼稚なんですよ。これじゃなきゃやだ、今じゃなきゃやだみたいな。ホモ・オカマ界隈、今まで政治に関心がなかった方々も立憲と共産を見限る。初めて自民党に入れたわ。 LGBT 推しがうざすぎんのよ。私ら粛清されるから。一回も選挙行ったことないって子さんの人もそんな感じというですね。一般反応です。利用されてる感がすごいもんね。逆効果で大爆笑。担ぐ神輿に逃げられるとは、勝手に仲間っぽく入り込んでこないでって感じ。令和は最初からそういうのすごくて、お姉さま方は近づきもしなかったのよ。そういう方々は約 5% いるってことで、全員味方にできるようですね、支持率倍増って頑張ってたんでしょうね。弱者スキーム、弱者創造スキームで、意もしない弱者を作り出してですね、新事業で税金ぶっこんで、それに群がる、たがるっていう、思惑もある、思惑もあるんでしょうけども、これを知ってもですね、稲田細野は LGBT 法推進するのがね、粛清される。同じような当事者の意見を何度も目にしております、私。適当に生きてんだからほっといて。こんなのできたら、憎悪の対象になっちゃうでしょうが。行き着く先は冷ややかな嫌悪と。当事者は危機感を持ってますよ。一通り、ほっとくのが、言う通りほっとくのが最善でしょうね。別に差別なんかされてねえんだし。別に。本当にLGBT が差別されてたら、マツコもミッツも、ピーコもピーターも、三輪明宏さんも、テレビ出れてねえしょ。弁天小僧菊之助って演目もなくなってるでしょ。ありもしねえもん、作ってですね、ありもしねえ差別を作ってですね、それに群がるっていうのは、まあ童話、慰安婦、徴用工、LGBT、困難女性、若年被害女性。そういえばですね、警視庁の発表で、歌舞伎町の立ちんぼ51名を、逮捕したと。で、ほぼ全てがホストへの支払いのため体打ってたっていうですね、発表ありましたよ。どこが弱者なんだ、好き好んでやってんじゃねえよ。そういう子はですね、ホストに引っかかんなくても、変な宗教とか共産党とかに引っかかっちゃうから、もうしょうがねえんだよ。別に弱くねえし、被害でも何でもね、好きでやってることであったってことなんですけど、
まあまあそういうことなんですよね。こっちはこっちですね、理論武装して、何その前科無我みたいな、とかですね、反論すれば、いい話であります。というわけで、メール党員さん、大募集であります。我が党、ただいま、金欠中、メール党員の、様になって、日本改革党、ご支援ください。よろしくお願いします。デトックスジャパン。